お待たせいたしました。引き続き第3期往来戦ベスト16シータクの模様をお届けしてまいります。司会実況の大和です。解説には柴田義和プロにお越しいただいております。柴田さん、よろしくお願いします。お願いします。対局会場の準備は整っているようです。それでは参りましょう。第3期往来戦ベスト16シータク2回戦統廃の開始です。立ち合いに友武正春の合図によって2回戦が開始されました。まずは座順から見ていきたいと思います。シーチャから夏目、なんちゃに岡田、シャーチャに川上、ペイチャに桜木の並び、トン一曲ドラは初です。さあ、引き続き2回戦も柴田さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは1回戦ご覧になった4社の印象などあればぜひお聞きしたいんですけれども。そうですね、なんか川上さんがのびのびやってるなって、うん、なんか新人っぽくないなっていう印象の麻雀でしたけど、うんうんうん、ね、オーラソン見事に手配もうね、まとめ上げて万願で逆転トップと。そうですね、開局は8000点の宝珠からスタートしましたけれども。あ、そうでしたね。そこから見事に、まあ、逆に言うと自分のフォームを崩さず打ち続けてたかなというふうな印象もあったんですけれども、うん、そうですね、モーターも綺麗ですもんね。そうですね、はい、逆になんかこうな頑張ってほしいなとか、そういうところとか。うーん、そうですね、まあ、夏目桜木が3着4着というふうな。そうですね、まあちょっと桜木さんは手入んないっていうのもあったんですけど、ちょっと序盤がね、うん、ドラドラの時消極的だったかなみたいな場面が見受けられたんですけど、逆にこういう点差がついてきてね、はい、点数がないんで行かざるを得なくなった状況の方が行きやすいかもしれないんでね、はいはいはい、ちょっと、こういう手が入った時はね、ちょっと目つぶってでもちょっとぶつけるような麻雀を期待したいですね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。さあ、2回戦トン一曲ドラは初なのですが、こちら親番夏目の手牌です。夏目目いっぱいトンを切って広げていきます。岡田にはドラが1枚ありますが形は悪くない、どこがドラの離すタイミングかと。そうですね、いったところでしょうか。ちょっとリッチのみになりそうなんで、はい、ドラを使うかコース系の手牌に仕上げたいですね、はい、川上はここは数万を切って目いっぱいに広げる。あ、これ桜木さんのチャンスで本一を逃さず単野を、はい、リーチも逃さずと。そうですね。さあ、岡田、これは裏目のリャンピン、全然痛くないですね、これはね、紙ペ入ったところでリーチのみですからね、はい、さあ、ドラの初、現在岡田1枚持っているだけ、この後どこにドラが行くのかと。手なりならウーワンなんですけど、はい、ウーワンを残すと3色とかもちょっと見えると、はい、ただここは手なりでウーマンと言ってましたね、はい、あ、ペンチーマンは嬉しいつもだ、親番の夏目いいシャンテン。さあ、こちら岡田です。川上もかなりパンパンに広げてますけれども、どっかでスリムにしていくタイミングとかあるんですかね。川上さん、そうですね、まあ、一応リャンシャンテンですからね、はい、とりあえず、まあ、そんなドラ切りとかね、早い情報がまだ出てないんで、はいはいはい、まあ、とりあえずはこのままキープって感じで、はいはい、岡田これチーピン切れば普通にいいシャンテン、あ、2枚切れたところなんですよね、シャーが。さあ、このウーソー引きでどうですか、ペン3層。そうですね、ほぐしていきたいですね、はい、ほぐしていきますね、柔らかくいきます。さあ、これでメンツが完成しました。ここはペイを切って目いっぱいに構えるイーシャンテン。夏目もイーシャンテン。どっちが先手を取るのか。岡田さんは初が重なるか、イーペイコーにしたい。そうですね。初がこちら今、川上の手にも来ましたね。ここはローマンはつもぎりとします。どうですか、これ、まあ、9万切るっていう人もいると思うんですけど、馬強的にローマンの方が良かったですか。まあ、なんか9万切るとなんかスライドっぽいっちゃスライドっぽいですもんね、はいはいはい、初がバレるってもあるし、はい、誰かのリーチ後に、うんうんうん、ローワンを切れるようにしときたいみたいな、スライドで切れるようにしときたいっていうのもあるかもしれないですね。素直にここは初を切ってイーシャンテンに構えました。さあ、場に初が1枚切られたことによってスピードが早まる感じがしますけれども、どうでしょうか。そうですね、こういう誰も合わせるところを見ないと、見ると岡田は初短期のリーチとかも考え、ああ、これは狙い通りだ。川上、ね、目いっぱいに広げて大正解、ね、6球満の先手を取りました。
つもねスッとノータイムで切れましたもんね、うん、はい。さあ夏目さんワンチャンスで、ワンチャンスじゃないか、何のチャンスもなかったな。何のチャンスもいらないからブンといったと戦うってことですねなるほど。さあ桜木も天敗だが、ここは宝珠になる。9万リーチピンフドライチ3900の上がり。桜木もここは天敗で9万をしていきましたね。だからリーチの声はなかったんですけれども、どんな待ちでした、全然見てなかったです。桜木さんスッチーソー待ちです。打点ありましたっけ、はい、はい、打点はありませんでした、ピンフのみでした、うん、はい、まあ広いそうな街って考えたんじゃないですかね。なるほど。さあまず2回戦開局は川上の上がりでスタートしております。トン2局ドラはチュン、親番は岡田、チュンが1枚あります。第1打は何から、川上もここはドラのチュンが1枚、桜木は単野王、メンツが完成したのは夏目です。わあ、関数ピンは嬉しいつもだ。差し子の三色なりたいですね。なりたいですね。単ピン三色が最高形か、うんうん、さあ今局も役牌のチュンがドラということで、このねドラが進行にどう影響を与えるのか、うんうん、川上は割とゆったりと構えてはいない、素直に自牌から切っててますね、うん。さあ桜木も単野模様でしたが、これチュンがブレーキにならないといいが、関三番ズバッと引いたのは夏目。ここはジャントをほぐしていきます、パーピン切り。さあ早くも親の岡田がドラを切り離していく、それに合わせるように川上。さあ関老僧が埋まる、単野のイーシャンテン、夏目もイーシャンテン。さあどこにメンツを求めるか、岡田スーワンを切ってブロックを決めるか、チーワンを切って単品方向を見て柔らかくスーワンのくっつきを残すか、はい、ウーワン引いた時ね、スーワンチーワン切っててウーワン引いた時はめちゃくちゃ強いんでね。そうですね、難しいところでしたね。ここは岡田の選択、スーワン切りです。うん、3層も残さない、ターツを決めちゃいましたね。はい、ターツを決めました。夏目は受けが広がる。さあ4射ともかなりモーターのリズムが ね親の、ね、はい、岡田さんがドラ切ってるんで、はいはい、川上さんの手牌だとね、安牌を持ちながらの進行になりそうですね。そうですね、夏目さんはもう自分が上がるんだって形で目いっぱいでいいと思います。そうですね、はい、はい、さあここはウーピンつもぎります。さあ4社ともモーターのリズム速くなってまいりました。これはうまくピンズが伸びていく、はい、さあそして川上で です、ね、これも親の現物の難を持ちながら、はい、さあ両面に振り替わる、難しいな、ね、関数ピンが嬉しすぎるんでドラ切りたいんですけど、す、ね、親の安牌がなくなるのがね、うん、本当に嫌なんですよね。ここは数層を残して、はい、あ、これでもうさらに打点がつきそうな、イーペーコを見るローピン切りが普通ですけど、はい、うん、3品のアンコを逃したくない、チーマンを先に切りましたね、チーマンと3品の比較でしたね、はい、さあ桜木はイーシャンテン、ピンフのイーシャンテン、3万切り、はい、数層の方が岡田さんの安全牌ですね。なるほど、やはりここはドラを一番最初に切った岡田をややケアしながら打った方がいいよっていう、そうですね、柴田さんのアドバイスですね、はい、これはなんで岡田さんが安い闇点なら何も自分の手だけ考えてればいいんですけど、はいはいはい、リーチって言われた時に一発目に切んなきゃいけなくなる状況が嫌ってことですよね。なるほど。さあ天敗が入りました。夏目の先制リーチ、町はイースーチーマン、これは非常に切りたい3ピン、数ピン、ローワン、チーワン、パーソー全部危険牌、はい、でもイーマンが数ピン、はい、ピンが自分からワンチャンス、なるほど、3枚目でしたね、うん、さあ桜木ここは戦えるか、自分もピンフのイーシャンテン、ドラですからね、切り遅れた感はありますけど、はい、ローソー、ただこれは行きましたね、まっすぐ、
ドラを切る気があると。そうですね。ここでまた選択が生まれた。選択ですね。チーピン、ここは岡田強気の選択。イーマン3枚。チーピン、はい、チーピンな、スーピンが1枚切れてたんで、はいはい、スーピンが、あ、そう、そのスーピンの方が良かったのかな。あ、なるほど。ちょっと細かいですけど。うん、いやいやいや、そういうの大事ですよ。イーマン2枚、スーマンが、手の中に3枚なんで1枚。あ、ないね、数万ないですね。結構少ないですね、イースーチーマン。さあ、ただここは少ないながらも積もり上げたのは夏目です。はい、リーチピンフツも700-1300の上がりになります。夏目さんはね、自分が上がるのよという手組みで見事に積もり上がって気分いいでしょうね。そうですね、うん、まあ、本音よりは裏いちゃ欲しかったですけどね。そうですね、はい、まあいいでしょう、はい、ドラキッドで親に競り勝ったんでね。そうですね。さあ、トン3局に移ります。ドラはリャンマン、親番は川上。川上、今日は柴田さんもね、非常にのみのみと打てているんじゃないかというふうなご指摘がありましたが、この親番ではどうでしょうか。非常にハイパイは整っているように見えます。ドラも1枚ある。丸見え、はい、第1打シャーからチューンを重ねたのは桜木。こちら夏目です。重いんで、うん、問いつてメインになりそうですかね。メインになりそうですか。ここはイーマンも残していきます。素直に効率通りに進めていく川上。さあ、岡田です。岡田も端配から丁寧に進行していきますね。あ、チェーンコは嬉しい。どうですか、スピード感的には桜木やや一歩抜けたって感じですか。うん、これはウーピンとリャンワン、チャンポンが残る形なんで、ウーピンを泣くかどうかとかって今のうちに決めとくんでしょうけど、うん、なんかタイプ的に、まあ、打点が見えるときは多いそうですよね、打点を、うん。さあ、川上手が止まっています。これは二差しの3色なども見えるから E1 にしましたね。そうですね、3番の2度受けみたいな形ですからね、はい、3番は1個くればいいですね、はい、ドラを重ねるか3番を引くかみたいなところで勝負したいですね、はい、統一が増えていく。ここはシャンテンどうですか、数万とかですか。情報はあ、想像の上特にとか何もないですね、うん、これはどうでしょう、3品とかになるのかな。まあ、3品切りがロスはなさそうですけど、ドラギーがギリなんかテンパイは一番しやすそうですけど、はい、ただこのね、リャンマンは喉から手が、うん、どうしました。一応ね、マンズの4連携を、うん、テンパイチャンスとしてはね、そうですね、ウーピンポンした時とかがさらに強くなりますしね。そうですね、はい、換算総待ち、ここはタンヤを役割ですので闇手にするが、3層がポツリと残っているぞ。パーピンにねくっついて嬉しいのはチーピン一種だけなんですけど、はいはいはい、ね、Q1 持ってるとウーワンとかチーワンとか ね、ロッキーワン引きとかの変化が嬉しいんで、確かに。さあ、ただドラのポンでかなり場にはこう緊張感が出ているのではないでしょうか。そうそうそう。さあ、この一局どうなるのか。川上は換算層でプッシュしていく。さあ、チューンは、あ、つもぎる。うん、まあテンパしてないっていうのが大きいでしょう。そうですね、まあ、ドラを切った親がいるっていうのも一番大きいんでしょうけど、はい、いつリーチって言われてもおかしくないですからね。そうですね、これ川上はどっかでリーチに踏み切るシーンっていうの、あ、ただ6球ピンが上手、あ、違うのか。そうですか、3層か。そうなんです、3層がこれはねくっつかないと方順に回ってしまう。川上の上がり、単野を2000点です。桜木ちょっとね、ついてないというかくっつき方が良くなかったですね。そうですね、どちらにしてもパーピン先に切っててもね、そうですね、うん、3層が、まあ、絶対なくリャンワンですからね、はい、まあ、ここはしょうがないって思うしかないですね。そうですね。さあ、連チャンに成功したのは川上です。非常にいいテンポ。ドラはリャンマンです。夏目、白統一は岡田です。
さあどうか。夏目素直に手を進めていく。岡田さんもまだメンツがないんで、はい、厄介を泣きにくい形ですね、まだ。こう牽制の意味で仕掛けていくとかっていうのは柴田さんあんまりしないタイプですか？どうですかね。あんまり結構僕はされてるなってすごく思うことが。あ、本当ですか。親番の時はするんですけど、小型のガードが甘くなるというか、あの先輩をなくしてまではやることを少ないような気がしますけどね。まあ、それなりにやるドラドラとかね、はい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 、そういうのがあればやりますけど、はいはいはい、こういう何もない愚形ぐっちゃぐちゃ、はい、先手確定みたいなとこはあまり。あ、そうですか。そうですね。すいません。僕が柴田さんに対する印象だけで今こう決めつけたわけじゃないんですけどね、はい、印象なので、はいはい、でもねこういうこともあるんだよっていう見せとくのも大事だと思いますけど ね、今後ね、はい、もう何年も一緒に戦っていくメンバーでしょうからね、はい、もう僕はそういうのが植え付けられてしまって非常にやりづらいなと柴田さんとはね思っていつも対局しています。ですか。それだけでね、もうプロとしては致命的なところがあるわけなんですけども、僕も頑張っていこうと思っています。はい、ドラにくっついたのは嬉しいですね。これでどうですか？そうですね、両面3つになったんでね、これだと動きやすくなりました。はい、動きやすくはなりましたけど、うんうんうん、残る形が一応自敗2枚抱えながらの進行になるんで、はい、泣く人もいるぐらいですけど。なるほど。岡田さんもこれぐらいだとまだ動かないイメージですけど。あ、そうですか。まあ、打点もできて、白暗黒になった時の打点ができちゃったんで、あと3色とかにもなるかもしれないですもんね。ボロチのね、なんか、なんすかね、2年前の岡田さんなら動かないけど、うん、なんか最近の岡田さん見てると動きそうみたいなイメージですけど、僕の中で。いや、イメージ大事ですよ。あ、出た。出ました。あ、動かなかった。動かなかったですね。あ、初も重ねちゃった。ターン相場は難しい。ここでペイを切って目いっぱいにするのか。うん、そうですね、結構ウーマン蹴りっていうのはもう、そうです、あんまりね、自分が一番手とは思ってないですよね。都合よく白髪が重なった時だってしょうがなくいくかみたいな形ですか。そうですね。あ、でもこれだと、ね、行きますか。安全バイもできたんで、はい、ペイじゃなかった。でもチーマンなんですね、これは、結構もう受けみたいな、受け王はさばきみたいな感じですかね。うん、そうですね。なんか面前でリーチはしませんっていう形に見えますね。いや、なんか岡田さんはすごいやっぱり、まあ当たり前かもしれないですけど、うん、やっぱ 場の状況とか今置かれてる自分の立場みたいなのをこうしっかり把握して、ね、やるべきことをしっかりやる、やってるなっていう見え方はしますよね。見え方しますよね。非常にいい感じに見えます。普通にこだわった。こだわりましたね。タイヤの選択もありましたけどね。うん、ピンキーピンキー、さあこれは9万もつもぎっていく。さあチーの声。これはこだわりの一通ですね。はい。2枚目のウーピンだったんですね。はい。初を切っていきます。さあ初は動いていった。ここは動いてきますね。まあ白が安全牌だから。そうですね。ドラ重なったりしたらチャンスだし。そうですね。桜井さんもこのパワーちょっと変ですけど、 G1 が3枚見えてて安全っぽかったんで、初よりもパワーの方残したってことですね。うんうん、だから今手広さ重視で入れ替えましたね、チーソーとパワーマン。うん、さあ夏目がこの形からちょっと動かないですね。いいシャンテンなんですけどね。はい、あ、川木さんもう何か切りづらいか。さあこれはスッチーマンとウッパーソーの選択になるのか。うん、ここはローマンをジャン島に固定。さあ岡田はいいシャンテン、親番の川上はややもう受け気味の手順になっています。さあしかしここは泣くことができて、ペン3ピンの天牌は桜木。さあ3ピンは場に1枚切られているだけ、山には残り2枚となっています。うん、ここはさばきの一局ということで、桜木もうまくテンパイを入れています。はい、さあテンパイが入った貫禄走。ドラ1なら愚形でも勝負と、はい、まあ、目に見えて2枚切れ、あのフルに入ってるんで、はい、2枚でしたけど。そうですね、
先手を取りに行きましたね。はい、そしてそれに呼応するかのように岡田がテンパイを入れました。イースーマン待ち。さあ自分は一通のみの手、ウーマンはリーチの夏目の皮にはマンズがかなり高め。ドラスですもんね。そうですね、一発は消えています。押すのか受けるならイーピンとかですか。はい、受けましたね。残ってる両面がマンズの両ワンサブローワンぐらいしかないんで、はい、結構な危険度ですね。ここは結構な危険度ということで、うん、受けに回りました。そもそも上がろうと思って仕掛けてるわけじゃないんで、はい、一発で打つ牌じゃないかな。なるほど。一発というか、はい、はい、補充確保で打つ牌ではないかなって感じですけど、ローソーは残ってないですね。順調なんですね、はい。イースーマンがありそうな、ありそうな、ちょっとだけ入ってじゃないですか。セーフ、セーフ。ここは流局になります。夏目岡田の2人テンパイで流局です。さあ岡田、じっくりと夏目の皮と手牌をこう見てる感じですね、うんうん。あ、こういうリーチもしてくるんだなと。引っ掛けの2枚切れリーチもあるんだな、はいはい。インプットされましたね。インプットされましたね。かなりこう熱いほなんかこう瞳でしたね。うん、瞳だった。はい、そう、戦ってる目をしていました。うん、ね、夏目さんと岡田さんなんか同卓してますよね。どっか2年1年1期の時かな。そうです。第1期の、うん、往来戦でベスト16で当たってるんですよ。バチバチしたんですね、はい。その時は岡田が負けてるんです。なるほど。じゃあ、うん、リベンジマッチでもあるんですね。リベンジマッチになってますね。あ、川上さん大チャンス、大チャンスですが、この白1枚目の白に声を出したのは岡田。表示牌なんですね、はい。さあこれも、まあ、強卓ちょっとあって、できれば本一までね、はい、マンズが伸びるようだったらしたいですよね。そうですね、マンズじゃないか、ピンズか、失礼しました、はい、はい。さあ対してもう一人本一がいたんですけれど、こちらですね、はい、本一にもなりそうだけど、ね、単品にもなりそうな、単品3色になりそうですよね、はい。どっちを見るか、両方見ながらの進行になるのか、はい、わあ、これは嬉しいつもだ。ストレートしそうですけど、はい、E ピンが今1枚切れだったんですよね、はい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 。なんでシャンポン上がりにくいシャンポンを残すより、なんか柔らかくEピンの問い落としとかねの手法もありましたけど、そうですね。さあ桜木、ドラの初がポツリと浮いている親番、とりあえずパーソーですか。はい、一旦パーソー打ちとします。これもEピンほぐすあるな。うん、そうですね、どこかで苦しい部分を ね、ほぐして後継でやっぱリーチ打つのが、うん、やっぱこの WRC ルール両面リーチは打点問わずやっぱり偉いというか強いイメージですけど、そうですね、もちろん、あ、これダイレクトでいくとは問題ないんですけど、はいはい、やっぱりね、両面を作っていく麻雀の基本としてね、はいはいはい、メンツを作るのには両面の方が優秀じゃないですか。そうですね、やっぱりね、はい、これリーチしませんでしたよ夏目。テンパイなんですけどイースーピンのシャンポンです。両面振り替えをスーピンの周りでってことですね。なるほど、どっかで踏み切るんじゃないですか。でも、あ、ここでほぐしましたね。ここでほぐすんだ。あ、なるほど。ちょっとそうするとチーマンを先に切ってしまったのやや痛いですか。そうですね、なんでチーソとかチーワンの時に、はい、ね、ここでテンパイ取らないんだったら E ピンの取り外しをしておくのがいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん。さあちょっと振り点残りのポロポロと、あー、ただテンパイを入れたのは岡田だ。トンとリャンピンのシャンポン、トンが、トンが誰も持っていません。山山トンならマンガン1枚切れ、はい、あ、そうですね、リャンピンは1枚持たれているので残り2枚ですね。夏目さんシャーもノータイムでいくぐらいですから。さあサブロー9万、ローピンがやっぱり岡田の本一にやや打ちづらいなという間でしょうか。通ったら勝ちみたいな。そうですね、ですね、はい。ここは川上リーチに行くサブロー9万初重なった。難しい、ちょっとこれは考えよう、ちゃんとちゃんと考えるとどうする。2層ぐらい行きたくないですか。
ヤンソーはなんかのチャンスはない、なんかのチャンスないけど、ウーワン、あーどうすんだこれ、いや現物のローピンだ、とりあえずローピン、まあ一発ですからね、とりあえずまたテンパイ9万と、あーただ受けた、パーマン押していく、岡田さんもこれはね満貫のテンパイですからね、高め、うん、早々は引かないでしょうね、うん、倉木さんウーピンな、本一の岡田さんもいるんで切りにくいんですよね、切りづらいですね、でも全部わかんねえから行くか、行きましたねこっちドラドラだし、そうですね、さあこのペーションパイですが行きます、さあ川上もまあマンズ絶好とは踏んで、あーこれもう目つぶっていこう、ウーピン、ウーピン行くか、目つぶってちょっとさ筋の3ピンは中途半端だな、まあローソーも通るけど、いや行った行った、ね、行きました、親ですしね、いよいよ頑張りましょう、待ち帰れる、ただ E ピンが3切れ、数ピン0、3ピン筋、枚数だけだと両面、うん、まあローピン切りリーチなんでね、1打目が E ピンなんで両ピンでは当たんなそうですけど、まあ間違い自分にどっちが残ってるかの選択ですね、そうですね、ここは E 数ピン現物にしました、単純の枚数にしました、はい、これはローソーが切れる、うん、さあまだハツも山にいます、サブロッキーはどこやと思ってますよね、はい、川上さん、はいを出して、はいを出して、あっ、スピンオナテンリーチ だ、これはダメだ、これはしょうがないでもリーチはすごいね、うん、さあリーチペイですね、2600の、日本馬ですね、2600は3200の上がりとなりました、桜木もここはリーチの声でしたが、うん、届かず、そうですね、もう岡田さんもピン詰ましが確定したみたいな感じのイースピンの桜木さんも、はい、どうせじゃないからリーチだって感じでしょうね、そうですね、さあ2回戦は非常に速いテンポ乱入しております、難易局親番は夏目ドラが数ピンです、ドラの数ピンが1枚見えます、ん、第一ラッシャーからすごく整ってますね、はい、これは先手取れそうですね、さあ岡田です、こちら川上は、一面つ完成、両面もありますし形はかなり良い、はい、桜木対してやや苦しいか、ゼロ面つ第一ラ9ピンから、さあここまでは1回戦同様ですね、桜木がやや苦しい展開にはなっていますが、まだまだ僅差、カンちゃんズバッと引いたぞ桜木、さあ統一ができていく、ちょっとピンズの本一にも行きたい気持ちもあるけれど、どうなるか、差し子、はい差し子、伸びていく、夏目いいぞ、岡田さんもダムダムを使って、はい、もう一役本一にしたいですね、そうですね、さあ川上が差し子のイーシャンテン、あこれでドラのくっつきだ、もう万全ですね、万全のイーシャンテンは親番の夏目、ここは手がぶつかりそうだ、川上と夏目、さあそこに割って入れるか桜木、うん、ここはシャーチュン自敗を抱えての進行、急走渋々、渋々ですか、んどうした、これは街を確認しているのでしょうか、中に入れちゃダメですよ、はい、リャンソー引いたんですよね、うん、そうですね、リャンソー引いて、あただドラは切りたくないと、うん、まあこれもありますよね、ありますよ ね、うん、メンピンドラ1リーチ打ちたいと、はい、さあこの一巡のテンパイ取らずでどうなるか、うん、一発つもだったけど、ドラタンいっちゃう、ドラタン機いきますか、リアンソー切ってドラタンもあるけどもう変わんないもん、うん、いやここはリーチに行きましたね、2点リーチにしたってことですね、はい、リアンウーパーソーですか、イエス、はい、フリテンリーチでした、そういえば昨日のね往来戦
B 択でもね、フリテン一発相撲なんていうのはね、あ、そうなんですか、武田プロがやってましたけどね、そのやってらんないですね。そうですね、やられた方が それで6戦オールって言ってましたけど払いたくないですね6戦オール、あ、急走痛い急走痛いさあ今曲はどうなるのか。リャウンファーストフリテンではありますが、親の夏目のリーチが入っています。リャウンファースト思い切りましたね。はい、ドラキルにしても闇天にしそうだな。うんうんうん。さあ対して岡田はちょっと手形的には受けの進行になるか、川上も完全に壊しましたか。うん、そうですね。ね、差し子のいいシャンテンだったんですけどね。まあちょっと点数を持ってトップ目ってのことが大きいでしょうね。なるほど、ここは親とは喧嘩はしないと。はい。うん。なんかトンバだったらね、まだ行ったんでしょうけど、難入してる親番なんで。うん、はい。ちょっと点数を崩したくないと。ちょっとチートイツとかでも粘れそうな感じでもありますが、ウーマン現物。いや、まあこれリーチ結果三者が降りてくれてるので、結果オーライというか、まあ。これ桜木さんシャーも通ってたんで、はい、まあちょっと粘りたいですね。こういうウーワンを完全に一枚切っちゃうともう本当に折りになっちゃうんで、そうですね、こういうチュンとかね、たまたま通った時にテンポは取れるかもしれないんで、はいはいはい、シャーシャーとか切ってちょっとは粘りを見せたいですよね。ちょっと白肌上げるのが早すぎるかなっていう印象ですけ ど。さあフリテンリーチ、リャンウーパーソー、ソーズはすごく持ってくるんですが、258ではない、夏目。258ではない、はい、こっちに来た。258が来ない。もうなんか詰まってるのかな、川上さん。まっすぐ行ってればですか。いや、ここで切る牌がなかったですね。ああ、なるほど。切る牌がなかった、はい。はい、さあ、258だけが来ない。258だけが来ない。他はいっぱい来るが。いや、脇に流れていく。さあ桜木はシャアが通ってるのでここで使いますね。はい、うーん、引けない。さあここはどうやら一人旅になりそう。チュンガ、ションパイ、スリャンピンガのチャンスのションパイ、はい、ここはチーピンとしました。宣言杯の筋ですけど、ドラの筋なんでね、宣言杯のドラなんで、はい、そんなリャンカン残さないでしょうって。なるほど、でしょうか。うん、岡田はこう下ろされたっていう風な感じですよね、うん、先ほどは岡田の夏目のリーチをこうインプットしてましたけれども、また具形もあるなみたいな、またインプットリインプットするんですかね。あ、フリテンだったのかドラキってフリテンってのもなんかんってなりそうですけど、ちょっとなんかそういうのも見てみたい、うん、さあどうだ。いや、引けなかった。これを見てどう思うんですかね。うん、なんかこう戦略的にやってくんのかなみたいな、うん、なんか自信暗鬼。ああ、見てますね岡田この表情。街、ね、うん、を確認して三者が脳天棒の先天を支払います。あ、見つめてますね。どう思うんですかね今のは、うん、やられた方としてはなんだ、なんかよくわかんねえなと思います。まあでもリスクは、ね、うん、やっぱり避けたいですからね。そうですね、なんか降りるは降りるんだけどっていう風な、押されちゃったなって感じですね、うん、まあでも夏目さんは無事、無事、ね、まあね、上がって裏1ぐらい欲しかったですけど。そうですね、まあまあ、はい、最低限の親番の連チャンまでしたか。そうですね、はい。さあ難一曲一本場、ドラは9万です。さあ岡田がシャーペイ統一、マンズがやや多め、第一打ウーピンから、これは本一でしょうかね。川上19自敗が多い、ここは第一打トンから。お、バカゼの難があんこの桜木です。さあ夏目は7、8、9の3色を見ながらの進行になるでしょうか。おたはい、おたかぜがね、2種なんで難しいですね、さばき方は。そうですね。さあ桜木、ここでソースでメンツが完成します。寄せてきますね。8種、うん、
まだ国士オア本一みたいなところがありますね。次の一杯がマンズとかじゃ、これで本一じゃないですかね。本一、そうですね。はい、本チートにするか、ハク黒は仕掛けやすいですけど、シャーペーが2枚切りになった時がどうするか見ものですね。三色を見ると、さあここは嬉しいところから泣けましたね。あ、もうチーマンは嬉しいですよね。一番仕掛けやすい。ドラターツのペンちゃん、ペンチーマンからチーを入れていったのは岡田です。このペーは泣ける。そうするとこのペーも非常に声がかけやすい。さあこれでイーシャンテンになります岡田。さあこれで自敗が出てマンズと自敗になりましたよって情報が出ました。はい。なんでここから勝負手じゃない人からは白は出なそうですね。はい。この甘露庵がね、マンズをやってる人の上に甘露庵が順からなんですね。もうなるほど。あと1枚か。いやここはただ親番の夏目はマンズを切っていきますね。強気、このりゃも強気、はい、初も余りましたよ。川上は初が切りやすくなったか。はい、もう残ってるファンパイは白と何か。そうですね、桜木さんは何が自慢子なんで、大体白だな。白が統一以上が確定しましたね、桜木さんの目からは。いや今も切っていく。ここは強気のペンちゃん落とし。相当強気なんですね、夏目さんって。ね、やっぱ親番だとちょっとギアを1個アップ上げてっていう風な感じですよね。三色マニアなのかもしれない。そうですね。三色は逃したくない。はい。あ、桜木さんの初は切れると。夏目の手にシャアがあります。このシャアはもうしばらくしたら天杯が入ったとして打ち出される可能性がある。はい、ここはシャアも泣けた岡田。自身はイーシャンテンだったんですけどね。イーシャンテンか。はい、じゃ天杯ならまだわかるんですけど、ちょっとイーシャンテンでこのションパイを切るのはちょっと微妙かな。さあ逆に桜木に天杯カンローマン、ここは闇天の選択。さあ2個目も守備よく抜けて、ここはローマンは切らずでしたね。あ、ローマンだ。なんとここは桜木の上がりになります。なんかいろんなことが起きたな。なんだ、まあ夏目さんはもうマンズは切らないで、3色ドラ1でなんとかかんとか粘ったみたいな感じですけど、それで天杯取らないならシャを勝負する価値があるのかって言われると疑問ですけど、まあ、ここは一貫性的な話ですよね。そうですね、ちょっと中途半端だったかな、はい、なるほど。逆に桜木はね、大ラッキーですね。順から、順からあと残り1枚だみたいな、ね、そうですね、はい。まあ、結果的には夏目は宝珠回避で、回避は回避、はい、まあね、結果は最高ですけど、はい、ちょっと手順というかね、そうですね、手進行の時にはちょっと微妙かなと、なるほど、そこは勉強の余地ありと、さあ何曲に移っております。岡田の親番でドラはペイ、上がってこないですね、ハイパイが。さっきからくしゃくしゃ、ね、くしゃくしゃですね。さあ岡田、これはややマンズ多めですが、そうですね、得点状況的にどうですか、はい、岡田さん今26した1376、そうですね、26くらい補充したんですよね。はい、はい、トップ名が川上さんの369と、はい、やはりそのまだ上下そんなに差はついてないのでまだ分からないですね。まあ、まだ全4回戦の2回戦目序盤戦なんで、はいはい、やっぱりトップ狙いたいと狙えるときは狙いたいですよね。なんで岡田さんもトップまで1万点切るぐらい、同じ、そうですね、1万点ぐらいですかね。なんかこうマンツも圏内ぐらいにはいたいですよ ね、オーラス迎えたときに、さあ統一が増えていく。ここは老僧切りとします。かなり変則的な川になっているのは桜木の川ですね。
夏目、初が統一、ペイが1枚浮いています。うん、ここはメンツで、うんうん、川上、目いっぱいならいいそう、三色もある、ここはいいそうですね。はい、そうですね。夏目です。さあ、お父さんは、一応統一でもあるのか。うん、さあ、ここは数層も切っていったぞ。国士無双か翻弄チートイツかみたいな進行ですね。桜木、あ、10種あるんですね、桜木さん。はい、さあ、単妖が自然についたぞ。嬉しい変化。さあ、どうだ。桜木さんが欲しいのはシャア発イーソー。シャア発イーソー、イーソー握れ。うん、さあ、ただ川上が後継のいいシャンテンですよ。ああ、ちょっと翻弄チートイっぽくもなってきた。さあ、ここに来てちょっとツモが停滞気味。さあ、どうなる。あ、シャアがなくなっちゃった。なくなりましたね。こっ、ああ、それで今さら言いそうかよと。いらん、いらんですかね。翻弄チートイにしましょう。はい、翻弄チートイですね。うん、夏目も進まない。全く有効牌が来ない。親番の岡田、川上はこのチャンスでぜひものにしたい。官老案だけ地位します。地位しますか。トップ目につき、うーん、山本さんは死なそうですね。トップ目とか関係なく官老マンですか。川上さんですか。はい、はい、え、何にも泣かなそうですよね。はい、絶対泣かないです。まあ、それもありです。まあ、3000、6000ありますからね。はい、あ、ただこれ桜木いい手になってきましたよ。翻弄チートイドラドラ、イーシャンテンですね。はい、急走イーソーチュン。あれ、チートイのイーシャンテンしたのに、いらん。うん、おーっと、テンパイだ、チュン短期。チュン、今切れたばっかりだ。今切れたばっかりだけど、岡田は切らないチューンなんですよ。これでも掴んだ人出ちゃうよね。まだ いやいや、もうないです。ないです、ないです。岡田さんが暗号から切ったんですもん。失礼失礼。はい、いやー、これはこれは多分もうずっとチューン短期ですよね。他いいのないもんね。ないっすもん。翻弄が消えてもいいならね、帰れそうですけど、うん、逆に岡田さん最後の手番でテンパイしないとチューンの折り打ちみたいな。それちょっとあるかもしれないですね。あ、ここでリーチが入る。はい、ここ入ると逆にチューンが危ない。ちょっと危ないですね。ウーパー総待ち。ハツは幻滅。あ、ハツもありましたね。ハツもありましたね。あ、はい、今ハツ短期あったな。あ、難しい。はい、でもこれ岡田八春には手はかけない。さあ、ウーパーソー、ウーパーソーはウーソーが手の中に。あ、目立つ目立つ目立つけど行くでしょ。目立つけど行くっしょ。はい、ここはドラ切り。さあ、目立った。ドラ合わせない。いやー、これ初に返したら夏目危なかったっすね。いや、ドラ切れたんで大丈夫です。夏目大丈夫ですか。はい、いやー、ウーソーだ。止めれるか、こらえれるか。あつぼまだあるんですよね。ある。あ、ここは嘘を押した。あつぼもなかったんですね。ああ、でもない。川上さんのつぼがまだあったんでね。はいはいはい、相手狙いでしたね。さあ、ここは桜木強気の選択でしたが、リーチ対応2600の上がり。まあ、今のはね、押す価値がある手でしたからね。そうですね。僕も強気そうですね。うん、岡田さん助かりましたね。助かりましたね。まあ、もうちょっと浅い順目だったら、うん、チュンチュンっていう道がね、あったかもしれないですからね。そうですね。うん、さあ、ここは面白い一曲でしたね。川上さんもね、しっかり3色崩れましたけど、リーチって言えてね、勝手に成功できましたね。ちょっと官老マンが出たらどうなってたか見たかったんですけど、多分地位でしょうね。川上さんはね、なんか曲回しもうまいイメージがあるんでね、なんか先天で。ね、やっぱりその、いや、流そうっていう血を入れそうですけどね。そうですね。さあ、南三曲、トップ目の川上親番です。ドラはローピン。さあ、仕掛けていったのは夏目です。ここはバカゼの南をポン。2着目の川上さん、夏目さん、夏目ですね。はい、トップ目の川上さんも加点させんぞと。そうですね、ここはオーラスで勝負しましょうよと言わんばかりの積極的なポン。
カンチャカンチャのいいシャンテンですもんね。そうですね。さあ親の川上はまだちょっと手は遅そう。本一だけ逃さないようにいきますか。はい、夏目もあこれでちょっと戦いやすくなったか。もう岡田も苦しいですね、手配的には。どうしましょう。ああただここは急ぎり目いっぱいに広げていきます。ドラドラは桜木だ。いや裏目でも残しとくか。うん残しましたね。なるほど、うん、まあ、どっちもありましたね。はい、さあ一通なんかも見えるね形ですごく親の川上整ってきました。桜木さんはとりあえず白切って単案しましょう。はい、しかしパワーワンでした、ね、パワーワン周りをね単案になった時もちょっといたたたってなるんで、うん、はい、結構点数を持ってればいいんですけどね。ラス目ってことを考えるとちょっと白とか切ってリスクを犯す価値はある手ですからね。まあここはまだ親番あるということでの選択なんでしょうか、うん。これで広げるか。はっきろ。うん、リャンピンから。これは、チーして、振り点の6球満待ちは夏目です。ただ、まあ9ピンポンからの振り点解消の道もまだありそうですしね。9ピンが親の現物なんですよね。なるほど。うん、それ考えると、なかなか、まあ、コンセルはもちろん振り点解消で待ちが良くなるっていうのは分かりますけど、はい、そこまでして先手にこだわる必要があるのかっていうテーマですよね。さあどうなるのか。関数ピン入る。これは嬉しい。普通の一シャンテン、はい、一応ローピン引きあるけど、はい、リャンマン切んないの。リャンマンは自分でも1枚切っててこれにくっついたら強いっしょっていうことじゃないですか、ね、なるほどでもさっきから正解を導き出してますからね。そうですね。今日結構柴さんあのなかなか当たらないです、ね、当たらないです僕は、はい、ちょっとタイプが違うんでさあウーピンは強いんじゃないですか、はい、ね、残しておきたいですよね、はい、うん、どうなる。さあ親のリーチが飛んできた時岡田も徐々には整ってきてますがやっぱり慎重に牌を選んでる。貫禄ピン、貫禄ピンリーチに行きそう。トップ目が難しくしてますね。うん、でも川上さんのタイプ的にリーチそう、うん、うん、リーチですね。私のリーチに向かってこれるのと言わんばかりのリーチですが桜木は勝負手。ここはぶつけたい。現物はローマン。ローマンってあ振り点か。はい振り点です。さあチーソーはこのため、あこのためのキューピーですね。なんかローマンチームありましたよね夏目さん。なるほど。一発消して現物2枚一緒キューピー2枚あるみたいな、はいはいはい、戦いたい。いいシャンテン。いいシャンテン。筋の3番ぐらいいきます。夏目さんももうテンパっぽいですからね、はい、でも今のキューピン照らし見てどうですか。ああそうですね。あキューピンか。そうか、はい、じゃあ夏目さんは一旦テンパ崩したなって見えてるんですね、はいはい、さあローピンが山にはあと1枚残っています。これは引ければ川上相当このハンちゃん有利なポジションに立つんじゃないでしょうか、うん、完全撤退だ夏目。いいワンできるのかワンチャンス、うん、三巡目両ワン。あでもあ来た。あ勝負だ。ローソースーソーと行きましょうか。すげえ。あそう、うん、ワンチャンスなのかスーソーが。なんかチート椅子でパスを切って粘るのもありましたけどね。あなるほど。さあどうなる。さあどうだ。次はそろそろもう本店地位店の準備も桜木としてはしておきたい、ね、うん、なんでその本店地位店取った時にリャンソーにするのかシャンポンにするとかも今のうち決めとかなきゃダメですよね。地位店発生してから考えてたんじゃ遅いんで。あ、スーソー出ましたよ。これは考える余地もなくポン、そして筋の三蔵と、はい、さあこれで桜木も天敗、まあ、桜木もことごとくねちょっとチャンスで潰されてますから。そうですね。さっきからなんか川上さんとめくり合いに負けてるってイメージですね。そうですね。さあ今局はどうなる。ウッパーピンどうだ。そんなに多くはなさそうですか。そうですね。ウーピンがない。
ターピンもここに2枚ある。さあローピンは1枚まだ山にありますよ。さあどうなる。両ピン、両ピン行く、行くね、行きましたね。ドラゾラだぞと。はい、このぐらい仕掛けたからには押してほしいですよね。そうですね、素晴らしいファイト。ターピンが流れた。他の切るもの大丈夫ですか。パーマンは今通ったんですけど、あ、これ最後の手番なんで粘る道を探してるんですかね。ポンテンが取れるそうなのか。ちょっとローピンドラなんでね、さすがにね、さすがに背底にドラマが、背底に何かなかった。ここは痛み分け、川上桜木の2人天敗で流局となります。川上強気でした ね。なんか夏目さんの何の一泣きドラドラの可能性も結構あるなっていう見え方もしてたと思うんですけどね、うんうんうん、そうですね。それよりも親リーチの効果の方を優先しましたよね、うんうんうん、さあ川上が親番の連チャンに成功。難3局一本場に移ります。ドラは両走です。脳天発の開きもやっぱ大きいですよね。そうですね、こういう接戦の時は特にそうかもしれないですね。一部を出したとしても2500点詰まりますもん、はい、あ、広げられますもんね。白が統一、川上です。第1打はいいピンからです。さあ桜木は整ってますね、うん、とりあえず打点こそないですが先制リーチは打てそうな光景。嬉しい、うん、お、ズバッと、これはズバッと一気に手牌が引き締まります。桜木も広げていく。スワンコなんじゃないの山本さんは。いや違います、リーノミでいいんですか。まああの、ハイのハイのハイと会話してるんで、はい、語りかけてくるんですか。スワンコになるってちゃんと聞いて帰ってきたことあります。結構帰ってくるんですよ。そうですか、はいはい、失礼しました。はい、答えてくれない時もあるんですけど。難しいっすね、はい、マージャン、はい、僕はあのマージャンとこう会話生きてるんで、会話難しいマージャンされてるんですね、はい、行ってもいいよとか行けとか押し引きの時とかもすごい会話喋ってくれるんで、はい、すげえ人とマージャン打ってますね。いやもう本気で言ってます。本気ですよ、まあまあ。本当ですか。まあまあ、誰に教えてもらったんですかそれ。え、瀬戸駒さんがそう言ったんですか。いやいやいや、僕のその信念ですね。あ、なるほど、はい、まあそれが今の結果につながってるんで、あの決して良い子は真似しない方が。あ、そうですね、なかなか難しい麻雀をされますね。はい、でもそれで日本オープン取れましたけど。あ、すごい、僕負けました、はい、この間。さすがです。はい、ちょっと勉強させてもらいます本当に。そうですね、はい、あ、来ましたよ、はい、来ましたよ。ここはスワンコにはならなかったけど、トンとチーソンの3本リーチしろってことですね。そうですね、まあ、しろと、これは分かんないですよ。桜木さんはそういう、はい、あ、ただ飛んだ岡田大丈夫か。うん、さあこれは早いトン狙いの前リーチですね。なんか僕をやみ手にしちゃいそう。どうですか柴田さんは桜木さんのリーチ。ああ、桜木さんはまあラス目につきとりあえず先行リーチ打つかみたいな感じでリーチ打ちそうですね。なるほど。まあね、ドラ引いてもね、うん、そんな嬉しくないですしね。ドラ受けになるかもしれないじゃないですか。なんかもう一歩この4連携を柔らかく。なるほどなるほど。まあでもその高くなる変化よりもなんかそのまま素直な出上がりの方の方が早いかなってイメージはしますよね。そうですよね、トンがね、はい、そう、やっぱ自敗、お高瀬の自敗っていうのがありますよね。そうですよね。岡田さんしっかりしてるから出ないな。ね、甘くないと。甘くないと、そんな甘くねえぞと M リーガーは。そうだね、まあいろいろと精査してトンが一番切りやすい安全だと思ったら出るかもしれないですけどね。うん、今の段階ではまだしっかりとここは、はい、ただまあね、あの桜木のリーチもまだ後継にも変化してないですからね、はい、うん、さあどうなるか。川上は親番ですからね、ドラも1枚ありますしくっつきのいいシャンテンなので、ちょっとプッシュしたいな、したいけど、ここでの8戦宝珠がね2着転落しちゃうんで押し引きが難しいとこですよね、はい、難しいですね。ただまあこう勢い的な面で、あ、サブロソ天敗バーワンは
全く通ってないが、全く通ってないけど天敗なら勝負と。そうですね、教託2本あるならばと。はい、いやー来たードラカンちゃん、上がればでかい。とりあえずプッシュしてみますか。イーソあウーピンいきますか。見てプッシュリーチもあるか、押すなら。いやーパーマンがそうですね、夏目の押しも見てか、ここは一旦、うん、パーマンが今本当に今通ったとこなんですね。はい、いややめるのか。パーマンは行ったが嘘でブレーキ。なるほど、そう岡田は大丈夫か、打つ配あるか。トンが今こらえている状況、うん、夏目さんの押しも怖いですよね、結構ドランコとかね、はい、手入ってるように見えるんで。そうですね、このローピンってどう見えるんですか一応。でも宣言杯チーピンですからね、強く見えてますよね。はい、なんかどうなんだろう、強いですよね。スーピンが4枚見えてるんでスライドではないんですよね、うん、ローピンが。なんでめっちゃ強そうですね。でも統一落としかないのかじゃあ。張り返した。すげえな、すごいローリング。いやー岡田、うん、ここはやっぱりリスペクトして、うん、あ飛んだ。切る配ある、急走ですね、はい、自分で通してますし現物です。そう、いやーまあね、まあ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 2つの現物が続くかどうか。そうですね、チーソーがあと山に1枚になりました。うーん、川上これ選ぶのがないと。トンはウーマンは中筋。なるほど、さあ数万いった現物、さあしっかりこらえられるか。これはリーチの現物ですが、夏目の押しも見ての間だったでしょうか。もう粘れたら大きいな、夏目さん。大きいですね。川上もこれ押し引きすごい難しい一曲だったと思うんですけど、はいはい、これが捉えられる可能性はゼロではなかった。ただ積もったのは夏目。夏目さんはトンの補充の方が先だ。あ、夏目さん、川上さんは。あ、そうか、そうですね。はい。さあ、しかしここを積もり上げたのは夏目です。シャ、400、700の、日本馬ですかね。日本馬、はい。はい。教託に。600、900で、教託も日本ついてきて、この上がりは夏目も嬉しい。嬉しいよ。さあ、これでオーラス、どのような持ち点の状況になったでしょうか。まもなく。テロップにも出るかと思いますが、かなりのトップ争いは熾烈になっていると思います、はい、さあそしてオーラス親番は桜木ドラローピンです。さあちょんちょんを取って、すごいぞ、おいおおおおお、タニア丸見え、丸見え、これは先手取ってね。あでも本一も丸見え、あどっちもあるか。これ2万とか何切ります？じゃあとりあえずペイだけ切ります？僕何2万触りそう。うんうん、僕ペイか9層で迷いそう。あ9層ですか。タイヤうん。2万ダメですか？2万、あ全然ありだと思いますよ。本日ありますからね。はい、ペイでお茶を濁しときつつ。うん、うん、まあね。まあペイ重なったら痛いですけど。そうですね、まあまあまあって感じで。うん、さあオーラスは大接戦、現在トップ目が川上の 39,200、うん、えおースーアンコ見てますね。これスーアンコ、スーアンコ縦系見てますね。何が良かったですか？急走ですか？いや、急走機ね、イーソーか初か、あ、これで寄せましょう。数万切って、そうですね、これは本一ですね、本一本線だったんでしょうね、中盤はね。できれば僕は数万から切ってほしかったですけど。ラスメですよ、ラスメの親番、はい、あ、ってことはサブローマンは採用するってことですか？先行リーチを打ちたいですね、やっぱり僕。これ、うん、絶対数万と。あ、こうなっちゃうとね、うん、僕も賛成ですけど。賛成ですか？はい、はい、こうなんか竜医層とかにありそうじゃないですか。あれ本当だ、竜医層のサンシャンテンとかじゃない、あサンシャンテンもないか、スーシャンテンぐらい、はい、でもね持ってくる範囲によっては
なんかね、ツモが立て立てってきてるんで、雀荘が一枚切れなのはもうならなそうだな。そうですね。あ、この感知位相は嬉しいですね。さあ現状夏目が2着目、トップと2000、失礼、2000点もないですね。ここまで来たらそうだけど、うん、岡田が着アップはちょっと大変か。着アップはハネマンの出上がりからですか。そうですね。ってなるとこれはもうトップ争いですね、うん、川上夏目の完全な。ただ桜木はこれだって仕上がれば1万8000までありますよ。はい、岡田さん単用にする？とりあえず単用にしときますか。9万ぐらい1個切っといて、いや、6チッパー、7、8、9免税派と、うん、あ、このチュンガンコやっぱでかいですね。やっぱね、圧倒的に上がりたいですよね。ただこれ、想像を下ろしたくないですよね、川上としては。うん、そうですね。親がマンズ切ってからだってもう4万5万とかもうめっちゃ切ってますもんね。そうですね。イソーさんずどっちも泣かれなかったら大チャンス。イソー泣かずね、柴田さんだったら絶対喜んでチーソー。どんな形でしょうか。1、2、2、3、3、3ですよ。いいペーコーができるような形ですね。そうそうそう、まあ、とりあえず泣きそうですね。はい、手は進みます、ね。まあね、3番目のイソーでしたもんね。うん、うわ、これも結構勇気あるんだな、このイソーのスルーを。何は1枚切れなんで初から切りましょう、うん、3枚目だもんな。本当だ俺でもチーソーだな。なかなか弾力があるというか声が出なかっただけなのか、うんうん、さあ岡田が、まあ、つもり3アンコウなどもある。で3アンコウとかドラ2回引いたらドラ2回コウとかね。来た、スブソー自力で引きました。すごい。もうトンか何切りたい。とりあえず泣くものはカンパッソーはない。であと泣くものあんのこれ。パーソーぐらい。ヤングパーソー泣く感じか。うーん、あ、三蔵は三蔵泣いたらダメだな。そうですね。三蔵チーか。ペンサンソーチーだとくっつき。リャオパーソー、うん、ここペンサンソー4枚目、ここは泣きました。さあこれは川上もさすがに動かれるとソーズのこの苦しい場所払いづらいですよね。確かに川上のこの手です。ウッパーソーってどうですか。ウッパーソー残ってれば大チャンス。ウッパーソー、パーソーがない。え、これはこれもテンパイ。ウッパーソーですね。ウッパーソー、ああ大丈夫。危ない。夏目でも急走余ったんでさすがに勝負いって、あ、いやリーチいった。これ現物嘘なんですよ。いや現物だから出るはずじゃないですけど、ドラ何残ってますか。ドラ1枚残り。ドラ1枚残り。あ、なんか危ない危ないなんかいろいろと危ない。はい、ただ想像は触らなそう。勝負どこ、あ、ちょっと、あ、ちょっと大丈夫、精査しなくて大丈夫だったみたいです。嘘、大丈夫、大丈夫だね。うっぱそうだな、うっぱそう前つか。あ、怖い。キューピンは残ってます。キューピン、いや、これテンパ入れた感知位相、今通った位相、うっぱそうのパーソーはないです。ウーソーはバニー。あー、うわ、吸収下がった下がった。岡田は怖い、めちゃくちゃ怖い。あ、キューピン、キューピンだ。これも流した。これど、これは川上さん打ったらやめもありますよね、普通に考えて。そうっす、アンパイは中ですね、はい、打ったら打点なんていうんですか。岡田さんリーチ戦、そうだね、絶対補充しちゃいけないですもん ね。現在トップ目につき。ドラがあと1枚。ドラ1。うわ、うそ。ここは桜木の上がり、鎮逸1万2000は1万2300。夏目ちょっとこれ手詰まった感が。ピンズ、ウーピンとかもなかった。あ、ちょっと置いてなかったですね、ごめんなさい。自分があのイーシャンテンだったんでね、ドラ2枚あって。ただここは夏目にとってはかなり手痛い補充になってしまいました。確かにね、岡田の現物ではありましたが、そうですね、よく見てるとね、桜木さんが想図模様で、そうですね、急走が手から出てきましたからね。はい、結構想図の上は危なめ、真ん中から上は危ないって情報は出てましたけど。そうですね、
もう勉強ですね、ちょっとね。そうですね。リーチ者を見たらいいのか、親の高い手なのかの見極め、はい、勉強していきましょう。まあ、あとは自分がね、この置かれてる今2着目という立場もあって、そうですね、まあドラドラといえどもね、行った方が得なのか、そうですね、ってことですよね。うん、さあここは夏目にとっては試練の一局となりましたが、親番は桜木、逆に対して桜木が一気に2着目に浮上しましたね。4着目から。さあここはさらに加点していきたいところ、南4局、はい、一本場に移っております。ただ夏目をまだ着アップは全然できる、そうですね、2着には上がっておきたい。5200ですか、はい、で岡田が2着までかなり行きやすいですね、うん、こうさっきまでは着アップが難しかったんですけど、はい、さあこの1局どうなるのか。岡田は素直に手を進めていく。さあ現状トップ目の川上はやや苦しい手配なので時間はありそうだが、夏目が仕掛けていく。このチューンはどうでしょうか。現状の見た目だと着アップというよりは3着キープの意味合いが強い仕掛けに見えるんですが、そうですね、まあ自分の手配チューンをあんこにして、ね、はい、積もって裏位置とか結構厳しい条件なんで、現実的に3着キープを取りに行きましたね、うん、そうですね、まあトーナメントですからね、うん、あくまでも4半チャン、これをね終えた時に上位2名に入っていれば勝ち上がりというルール、こういうね見切りというか、うん、そうですね、受け入れるっていう局面も大事かもしれないですね、はいはい、あっさりあっさり天敗は夏目です。スーチーソー、さあここはチーソーが、岡田から出て3着キープの上がりになります。線は1300の上がりで2回戦が終了しました。2回戦トップから川上、2着に桜木、3着に夏目、そして4着に岡田の並びで終了しております。はい、引き続き3回戦です。